を扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死せよ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。まだ巨人が。ここは私が。ここをどけ。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。そうか、悪く思うな。仕方ないことだ。誰も自分が悪魔じゃないことを証明できないのだから。エレン、アルミ、上に逃げる。よせ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。この鍵をずっと肌身離さず持っているんだ。そして見るたびに思い出せ、お前が地下室に行かなくてはならないことを。この注射のせいで今からお前に記憶障害が起こる。だから今説明してもダメなんだ。いいか、ウォールマリアを奪還して必ず地下室にたどり着くんだ。この力はその時役に立つはずだ。使い方は彼らの記憶が教えてくれるだろう。エレン、いつか地下室に行けば真実がわかる。辛く厳しい道のりだが必ずたどり着くんだ。ミカサやアルミ、みんなを救いたいならお前はこの力を支配しなくてはならない。
狙える。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな。今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。ベルトルト、ライナー。